こんにちは、春風ツアーです。今回は利尻空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は6月です。利尻空港を14時30分に出発いたしますと、クラクフへは翌日の朝10時5分に到着いたします。時間の後ろにプラス1とついているのは翌日という意味です。直行便がございませんので、新千歳空港、そして羽田空港を経由いたします。羽田空港出発後はドイツのフランクフルトに入ります。ここで航空機を乗り換えてクラクフへと向かいます。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。ポーランドへのご旅行につきましては、どのようなことでも私どもにお気軽にお問い合わせください。今回は6月出発の利尻空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。